ラジオの前のあなたはアレルギー持ってます？アレルギーやったりします？アレルギーってね、言ってもいろいろあるので症状もそれぞれだと思うんですね。今でもね、思い出深いんですけど、ラジオ番組をスタートした初期の頃って長野県佐久市にある FM 佐久平で収録をしてたんですよ。で、初代の相方とですね、一旦ね、神奈川で合流して車で行ってたんですよ。まあ、私大阪なんで、大阪から当時はね、バスで行ってましたね。夜行バスよりもちょっと安いね、中高バスってお昼に出るバスの早朝便に乗るんですよ。ほんで徹夜して寝て、乗って着いたらお昼ぐらい、お昼過ぎぐらいみたいなんで、でそっからまた車で行くみたいな、そんななんかね、それだったら3列シートも安かったんで、いやー行ってたな、あれ JR バスだったんですけど、まあでも結構しんどかったですね。今も徹夜とかできませんからね。まあ当時まだ20代でしたからね。まあそんなんでですね、神奈川から長野まで車で行ってたんですね。でその道中ですね、相方はティッシュでね、鼻水めっちゃ噛んでたんですよ。でそれ見て、まあそれ春ぐらいだったんで、いや花粉症やんって言ってたんですけど、まあ彼はね、かたくなに認めなかったんですよね。でそれをね、笑ってたんですよ。いや花粉症やで、へへーって言って、でまあかわいそうやなーって思ってたんですよ。で数年後、3月ぐらいなんですけど、尋常じゃないぐらい鼻が詰まって寝られない、でそして鼻水が日中止まらないという症状が私にも出たんですよ。でそれからですね、わらにもすがる思いでなんとか治療法を探して、舌下免疫療法という杉を体に入れていって体が反応しなくなるという治療を、まあ、5年間続けて、まあ、杉への反応はかなりマシになったんですよ。毎年ね、もう春が怖いっていう人生を送ってるんですけど、まあ、今年も花粉症がね終わって、やれやれと思ってたんですよ。で、6月の中旬ぐらいですよ。もうそんなんとっくに終わってるじゃないですか、花粉症なんて。毎朝ね、鼻水が止まらなくなるという現象が起こったんですよ。でもまあ朝の10時か11時ぐらいには収まるから、まあいけるか、そのままでいたんですよ。でも気づいたら、鼻声になってて、もうみんなから、え、風邪ですかって聞かれるので、めんどいなと思って、も聞かれる前にアレルギーなんですよっていうようにするということが起こってたんですよ。でそんな状況で耳鼻科に行って、原因は何ですかって調べたいんですけどって聞いたら、まあ、先生にね、まあ多分雑草ちゃうかなって、まあ寒暖差かなとか言われて、まあ、調べてもお金かかるからって言われたんですよ。でその医者もね、年中アレルギー薬を飲んでますよとかって言われて、で雑草やったらそのうち良くなるかなって思ったんですよ。でも結構引っ張って鼻水が出る人出ない日があったりみたいなん で夏の終わりにですね、副鼻腔炎になって、いやもうこれあかんなと思って耳鼻科に行って、いや原因調べたいんですけどって伝えたんですよ。で原因がやっぱ分かったらある程度対処できるじゃないですかね。まあ、ハウスダストかなって、年中やったらハウスダストかな、ダニかなって。でまあなんかハウスダストとダニは関連があるらしいんですよ。でも舌下免疫治療もあるから、まあそういうのでなんか対処できたらいいなって考えてたんですよね。で血液検査をもうお願いして、してで30種類のアレルギーを検査したんですよ。1週間後に結果が出るんでって言って、まあ結果聞きに行くと、まあグラフ見たら2つだけ反応が出てたんですよ。それはね、杉とヒノキ、まあ今まで通りやみたいな。で他見たら全然反応出てなかったんですよ。何にも反応なかった。いやなんでやれんって思って先生に聞いたんですよ。いやおかしいんじゃないですかって。いやー寒暖差アレルギーはアレルギーのこういうチェックでは出ないしねって言われて、でまあ宇宙にはいろいろと物質が飛んでるからねとか言われて、いやすげえ壮大な話やなって宇宙の話かって、いろいろとそれは飛んでるわと思いながら、で先生はこういうふうに言ってるんですよ。まあこういう場合は自律神経の問題があるかもしれないし、体調整えてくださいそうか自律神経かって、まあこれ原因分からへんくなったら言われるやつやんと思いながらですね、まあ確かに僕修行もしてるしストレス溜まってんのかなと、ジム行って発散してるけどこれ自律神経なんかなと、まあなんかそんなことがありましてですね、結果、原因分からずで、
で今でもやっぱりね、鼻水はさ止まらへんみたいな、もう嫌やなーって、薬も飲みたくないなーとか言いながらですね、でももう鼻声がもう自分の声になったから、もうええかとか思いながら、まあね、でもストレスあるんかもしれない。まあそんなストレスを吹き飛ばしてくれるのはですね、ゴスペルミュージックなんですよ。